ジョシュア・デーモンヒルはイギリス出身の元レーシングドライバー。ニックネームはジョシュで一般的にはジョシュ・ヒルと記載される場合がほとんどである。父は1996年の F1 ワールドチャンピオンに輝いたデーモンヒルで1960年代に2度の F1 ワールドチャンピオンを獲得したグラハム・ヒルは祖父にあたる。 父と祖父から引き継いだオールのデザインのヘルメットを着用した。カートレースは経験せず、2008年からレース活動を開始。2011年度から BRDC のライジングスターズのメンバーに抜擢された。2013年7月9日をもってモーターレーシングから引退を発表。今後はドラムに情熱を感じているので、音楽の道へ進みたいと述べた。現在、 クイックサーティックという名のグランジパンクのサンピースバンドのドラマーを経て、イングランドサリー州をオーキングを拠点とするバンド、リターンオブサンクスのドラマーとして活動中。ありがとうございます。